佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。連日寒い日が続いていますが、皆さんこの冬の防寒対策は大丈夫ですか？最近はですね、ヒートテックなどこう新しい技術がどんどん取り入れられ、防寒着も、変わりつつありますが、冬の服として、まあ、皆さん一枚はお持ちであろうと思われるセーター、実はこのセーターというネーミングは英語のスウェット、汗をかくに由来するそうです。もともとは1891年にIB リーグのフットボール選手がトレーニングする際、汗をかいて減量するために編み物の上着をユニフォームとして用いたのが最初と言われています。その後他のスポーツでも着用されるようになって一般化したようです。つまり、まあ、この当時のセーターは今でいうジャージやスウェットのようなものとして、まあ、認識されていたようですね。もちろんこれ以前にもセーターのような形状をした衣類は漁師の作業着などに使われている丈夫なものとして存在していましたが、まあ、いわゆるセーターという名前で認知されているようになったのはこの頃からのようです。まあ、とにかくこの厳しい冬もあと1ヶ月、ちょっとくらい、だと思います。皆さんどうか暖かくしてこの番組をお聞きいただけたら、嬉しいです。では今回最初のコーナーは片寄りムービーリポートのコーナー。このコーナーは私佐藤美久が趣味の一つである映画鑑賞に行っているので、その中で1ヶ月のうち見た作品の中でいろんな意味で注目したものについて、邦画洋画問わず、独断と偏見でご紹介させていただくコーナーです。今回はアナと雪の女王2を見てまいりましたので、この作品についてお話しさせていただきたいと思います。まず公式ホームページから引用させていただきますと、日本で2014年に公開されるや、日本中にレッド・イット・ゴーの歌声があふれ、世代を超えた社会現象を巻き起こす奇跡を成し遂げたディズニーアニメーションの金字塔、アナと雪の女王、運命に引き裂かれた姉妹を主人公に凍った心を溶かす真実の愛を描いた前作は、全世界でアナ雪旋風を巻き起こし、アニメーション映画歴代ナンバーワンを樹立。そして今全世界で社会現象を巻き起こしたアナと雪の女王の待望の続編が完成した。数々の記録を打ち立てた前作のスタッフ&キャストが2019年冬自ら気づいた伝説を凌駕する新たな感動と驚きで世界中を満たす、命がけの妹アナによって閉ざした心を開き、触れるもの全てを凍らせてしまう力をコントロールできるようになったエルサは、雪と氷に覆われた、アレンデール王国に温かな陽光を取り戻した。そして再び城門を閉じることはないと約束した。それから3年、深い絆で結ばれたアナとエルサの姉妹は、王国を治めながら失われた少女時代を取り戻すかのように、気の置けない仲間たちと、平穏で幸せな日々を送っていた。しかしある日、エルサだけが不思議な歌声を聞く。その歌声に導かれ、仲間のクリストフやオラフと共に旅に出たアナとエルサは、エルサの持つ力の秘密を解き明かすため数々の試練に立ち向かう。果たしてなぜ力はエルサだけに与えられたのか、そして姉妹の知られざる過去の謎とは、旅の終わりに待ち受ける全ての答えとは、ということで、アナと雪の女王2をですね、拝見させていただきました。まず、見るきっかけは、そもそも、もともと私も1を、拝見させていただいておりまして、ディズニーが好きというのもあるんですけれども、2もね、ちょ見に行きたいなというふうには思っていたんですが、私のねコーナーで、ボイストレーニングでね通わせていただいてるんですけども、その、ボイストレーナーの、うつさんがですね、奥さんと一緒に、この2をアナ雪の2をですね、
拝見したということで、すごい絶賛されていらっしゃって、 ぜひ見た方がいい、絶対見た方がいいよっていう風におっしゃっていただいたので、これは見に行こうと思って、見に行かせていただきました。いやー、もうなんて言うんですかね、こう見ていて大人も子供ももちろんなんですけれども、お子さんもそうなんですけど、大人でも楽しめるこうディズニー映画ってすごいやっぱかっこいいなってやっぱ改めて思いました。うん、もう鳥肌立ちまくりで、私が一人で見てたんですけれども、あの松たか子さんの、まあ、エルサを演じてらっしゃいます松たか子さんの、いやもう声が本当にかっこいいというか透き通っていて、ただでも、歌う場面ではこう力強い歌声、そしてすごい高い音の地声であれだけ出すことができるって、いやもうほんとすごいなってやっぱ鳥肌立ちましたし、もうこの映画 見終わった後に、まあ、ネットで歌をですね、Into the Unknown、 心の、ままにっていう曲ですね、これ皆さん多分あの予告編とかでこうずっと流れている曲だと思うんですけれども、これをすぐダウンロードしましてですねずっと聞いてるぐらい、まあ、普通に普段聞いてても鳥肌立つぐらいやっぱすごい方だなっていう風に改めて思いました。で、そういう物語自体はもうなんていうか、このエルサ、アナとエルサのこの2人姉妹のこう熱い絆というか愛というか、すごくあの染みる映画だなっていう風に思いました。ワンの方ではこうエルサ結構こう、なんで心をまあ閉ざしてしまうちょっとね、シーンが多かったと思うんですけれども、この2はもうちょっとこう2人とも大人になって、で、エルサもすごいこう自分が思ったことをと突き進んでいく感じっていうのが強く見られて、変わっこうガラッと変わったエルサを見ることができるのかなというふうに思います。もうアナはもうアナですごいこうお姉さんを大切にしている感じがもうとってもけなげで、でも力強い部分もあったりだとか、すごい素敵だなというふうに思います。まあ、その中でもね、まあ、雪だるま あのオラフっているじゃないですか、オラフね、なんかそこもすごい面白いんですよ、言うことがちょっと悲しいシーンでもちょっと面白いことを言ってこう場を和ますじゃないですけども、こう見ている、会場、そう映画館にいる子どもたちもそうですけども、大人もこうクスッと笑えるようなことをこうたくさん言っているところがすごい愛されキャラですし、こうムードメーカーの感じがとても可愛らしいなというふうに思いました。またねこのいやーまたこのねアナ雪旋風がねまた巻き起こるんじゃないかなというぐらい、ぜひね皆さんにもご覧いただけたらなと思いますし、ここ何ですかね、都内とかも多いのかな、こう 4DX とかねすごいこう音響とか画面がすごいいい、映画館だとさらにまた圧巻の歌声、そしてまあ映像をね楽しめるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ皆さんお近くのね劇場でねお足を運んでいただければなと思います。以上今月の片寄りムービーリポートのコーナーでした。今月の推しメン、このコーナーは毎月私佐藤美久がいろんなメディアでフィーチャーされたり注目されている方々メンバーについて美久的に推していくというか、ご紹介させていただくコーナーです。題して今月の推しメン、今回推しメンは昨年秋にうちの事務所に入ってくれました新人林若菜が来てくれました。よろしくお願いいたします。それでは、まずは、林若菜についてですね、この番組を聞きの皆さんに、覚えていただきたく簡単なプロフィールをね、お伝えさせていただきます。林若菜さんは京都府鴨町出身の現在24歳、小さい頃に陸上競技を始め、大学はキューちゃんことシドニーオリンピック女子マラソン金メダリスト高橋直子さんの後輩で、関西大学駅伝区間、大学駅伝区間賞や、全日本学生駅伝3位、
そしてオリンピック選考レースとして有名な大阪国際女子マラソンで19位などの成績を収めると同時に、芸能界に憧れ2年間の養成所を経てうちの事務所に入ったという、なんとも説明のしがたい、おそらく唯一無二のタレントランナーです。ちなみにそんな林若菜の趣味はカメラや散歩、一人旅に食べ歩きだそうです。ということで若菜ちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張してる？緊張してます。あの緊張すごい伝わってくる。ということでね、ちょっとねお話しさせていただこうかなと思うんですけれども、まず、まあ、これからね、どこ行っても多分聞かれると思うんだけれども、はい、まずなぜ陸上競技、はい、まあ、それも、まあ、長距離を、はい、始めたの、はい、私には、うん、兄と姉がいまして、はい、その兄の全国の大会に中学校の頃あったんですけども、うん、そちらの方に母と一緒に応援に行かせていただきまして、うんうんうん、全国の舞台で走る兄の姿に感動しまして、うんうん、その時に陸上部に入りたいなと思いました。はい、なるほど。でそこから、ま、なんで長距離を走ろうって思った？もともとはですね、うん、最初は短距離をさせていただいたんですけども。あ、そうなんだ。はい、ですが夏前にですね、うん、駅伝 の, 練習が始まるんですけども、そのメンバーが一人足りないということで、おー、なるほど、顧問の先生から、うんうん、お前は明日から長距離に入れと。あ、いきなり。はい、そうなんですよ。そんなことあるんですよ。なるほど、はい、そういった指令といいますか、急遽ということで、はい、お言葉をいただいたので、ね、うん、その日からずっと長距離をさせていただいております。あ、そうなんだ、はい、そっから短距離に戻るってわけではなくて、もうそのままずっと長距離、はい、そうですね。へえ、また短距離ではやはり伸びしろが決まっている感じがいたしまして、うん、私の場合は才能がなかったんですね。そんなことないよ。ある期間から全く伸びなくなりまして。いやいやいや、あ、はい、なるほどね。しかしやはり長距離をすることで、うん、頑張れば頑張るほどタイムが良くなるのを身に染みて感じて、自分で実感して、はい、続けていこうと思ったんだ、はい、なるほどね。そこそこ、はい、まあ、これもね、ちょっと絶対聞かれると思うんだけれども、はい、まあ、その、まあ、陸上選手ね、若菜ちゃん陸上選手が、はい、なぜこの 芸能界、はい、を目指そうと思ったの？はい、中学校の頃にですね、うん、将来の夢を考えるという宿題が出まして、はいはいはい、あ、よくあるね、うんうん、はい、そこでですね、突然なんですけども、うん、大物になるという本当に申し訳ないです、うん、根拠は全くないんです。すごい、ないんですけども、ね、大物になるっていう自信がすごいありまして、それなかなか中学生では持てないよ。そうなんですかね。すごいわ、うん、そこでですね、うん、母から、はいはいはい、それはいいけど具体的な目標を考えないと夢には近づかないよという、うん、そうだね、アドバイスをもらいまして。そうだね、おっしゃる通りのお母さんね、うん、はい、確かにそうだなと思ってですね、うん、でいろいろ考えたんですよね、うん、で医者かな、パティシエかな、いろいろこう私の中で夢がいろいろ出てきたんですけども、いろんなのがあったね、はい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 、でもどれも見合ってないというか、どれも違うなという中で、大変失礼なんですけども、うん、井本彩子さんになりたいという。いや、待って、はい、井本彩子さんにはなれないよ。のようにです。ようにですね、すいません、ようになりたいと。今思いが溢れちゃって。なりたい、いや、分かる分かる、その強い思いはすごくある、はい、井本彩子さんのようにね、うん、そうだよね、井本彩子さんも結構陸上ね頑張ってらっしゃった方だからね、はい、そうなんですよね。なるほど、はい、そこで、ま、芸能界を目指そうと思ったわけか。はい、それをきっかけに。なかなか唐突だね。そうなんですかね。うん、もうずっと変わらず12年ほど生きてきました。あ、じゃあ大物になるぞ。はい、すごいわ。そかそか、まあ、そんな、まあ絶対大物になるぞって思ってる、まあ、その若菜ちゃんが、はい、まあいろいろこう事務所がある中でさ、はい、うちの事務所に入ろうと思ったのはなぜですか？はい、うん、こちらの方はですね、うん、社長さんが、はいはい、社長が、はいはい、君をタレントランナーとして、うん、世に、うんうん、広げていきたい、あ、広げていきたい、どうかなという提案をしていただきまして、で私の中で一番この私自身の夢を一番、うん、応援してくださる事務所だなと感じまして、うんうんうん、もう行きたいと
というか、必ずその期待にも応えたいですし、うんうん、私自身ももう一度陸上を一生懸命して頑張りたいなと思ったのがきっかけですね。関西弁とかそういうわけじゃなくあ、それもうちの事務所の社長は奈良県出身でございましてですね、はい、関西弁がね、ほら若菜ちゃんも京都出身だから、はい、まあ、ひとみちゃんいるじゃない、有本ひとみがいるでしょ、はい、まあ、大阪の子だから、はい、関西弁でちょっといいなって思ったってのもあったのよ。だからそうじゃないかなと思ったんだけど、違うのね。それもありますね、とても安心感がありました。なるほどね、はい、なるほどね。じゃあ、じゃあ今、まあ、はい、改めてね、マラソンをしていくっていうことなんだけれども、はい、今どんな練習してるの？今はですね、うん、まずその体力的にも戻していかないといけないということで、一、うんうん、人なんですけども、そうだよね、距離走を特に頑張っておりまして、あ、はい、で今年の3月からなんですけども、あ、はいはいはい、毎月1本必ずフルマラソンを出ていこうっていうのを社長に提案していただいて、頑張ろうということで。3月から、はい、すごいね。それの体作りを今しております。フルマラソンで 42.195キロだね、はい、すごすぎる。ありがたいことに。あ、そうなんだ、はい、頑張って、はい、頑張ってとしか言えないけど、年間12本もマラソン走れるのはすごいわ。それそうだよね、夢のようですね。1本だもんね、はい、頑張って。頑張ります。どっかね、ちょっと私も応援行けたら行かせていただきますので、よろしくお願いします。嬉しいです。見てみたい、走ってるところ。頑張ります。はい、じゃあ目指している、ま、大会っていうのはあるの？実はですね、うん、あさっての1月26日日曜日にですね、そうでしょ、大阪国際のマラソン、先ほど、ね、ちょっと、はい、ご紹介していただいた大会に出させていただきます。あ、そう、え、もう、あ、早いね。あ、そうなの。そうなんですね。結構だ、大丈夫ここにいや、そして実は、うん、その前日に某アーティストさんのコンサートに行ってですね、夜行バスで大阪入りをさせていただくと。本当に大丈夫？すいません、ちょっと盛り上がるんでしょ、ライブで。ライブでそんな楽しいんでしょ。座ってみましょうかね。すごい体力、さすがだわ。ちょっと現状をやっぱり知るためにもですね、今はそちらに向かって走っております。そっかそっか、はい、頑張って。でもな、多分応援にはなかなか行けないかもわかんないけれども、はい、頑張って。頑張ります。 42.195 キロ走るんでしょ。そうです。すごいわ。その前ライブ行ってんでしょ、はい、すごいわ。なかなか私でもなかなかタフだね。タフさを。いや、すごいわ、はい、頑張って。頑張ります、まあ、ありがとうございます。じゃあ、まあ、ちょっとねお話変わるけれども、はい、私佐藤美久のこう、あ、会うまでのイメージと第一印象ってありますか？はい、お会いするまでですね、あ、うん、はいはいはい、そちらはやはりふんわりとした印象がありまして、このおは優しいお花のような優しいふんわりとした印象と、知的そうだなというなんかいろんな物事をデータ化してそうな、なんかそう、とてもいろいろなことを詳しそうなお方だなという印象がありました。はい、知的そうね、たまに言われるんだよね。やはりでもね、で全然だわ。そうなんですね。じゃあ会ってからはどうですか？お会いしてからは、うんうんうん、第一印象としましては、はいはいはい、キリッとしたクールな印象がまずありまして、でもやはりちょっと、うん、知的そうだなと。あ、それ変わんないの？お会いしてもうバレてないってことか。いや、本当にその通りで。いや、そっか、私は、はい、ありがとうございます。知的そうだな。ちょっと恥ずかしいですよ。いや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 、知的そうって、はい、私と真逆ですよ。いや、空っぽなんで。いや、そんなことない。頑張ってるじゃん、いろいろ。そっかそっか、なるほどね、はい、ありがとうございます。知的そうね、はい、そうね、今までの新人の子では初めて言われたかもしれない。初めて、うん、はい、ありがとうございます。ではでは、まあ、事務所に入ってから、はい、2ヶ月だけど、はい、まあ、実際にこうワークショップだったり、まあ、現場に、行ってみての感想はありますか？はい、現場は今はまだ一度、うん、行かせていただいたんですけども、うん、その時も一緒に行かせていただいた先輩にいろいろなことを教えていただいたんですけども、やはりワークショップで
現場で一番こう活かせれる技術とかその行動などいろいろ教えていただいているので、あのこれからもたくさんのあの現場に行けるようにまずワークショップでしっかりと学んで活かせていけたらいいなと考えております。はい、頑張ってください。さっき頑張ってしか言ってないけどそっか、私もねあの一緒にねワークショップねやらせていただいてますので、ね、若いパワーをねいただきながら頑張らせていただければと思います私もねではでは、まあ、この番組ねあのはさっきもスタジオの外で聞いてくれてたと思うんですけど、はい、まあ、あの毎月映画をねあの紹介してるんですが、はい、若菜ちゃんの中でこの今まで一番感動した映画はありますか？はい、あの昨年の作品なんですけど、はいはいはい、あのボヘミアン・ラプソディ、おー、はい、記憶にも新しいと思うんですけども、すごい話題なさもね、アカデミー賞5本の受賞の作品なんですけども、すごかったもんね、はい、あの映画館に8回行きましたはい、ドハマりいたしまして、すごいね。でも私なんてまだ浅い方で30回見ていらっしゃる方とか、それはちょっともう、それはもうすごすぎるわリピートの方がすごい映画だったんですよね。そうなんだ。でやはりもう今まで感じたことのない、うんうんうん、あの迫力といいますか、あともう感動もあの、うん、その昔の方ならではのお考えとかも、うん、もうあると思うんですよね、うん、現代の人と違って、うんうんうん、でもそういったこの違いにも感動しますし、うん、やはりファッションもすごくその当時のものを再現されてたりとか、うん、あ、なるほどなるほど。でも本当に美しいんですよね、もういろんな事柄からして、うんうん、でも本当に大好きな映画で、ね、うん、紹介するときめっちゃニコニコしてたもん。もう本当に。そっかそっか、はい。結構洋画を見る派なのかな。あ、そうです。洋画の方が多いかな。洋画が好きですね。はい、私も見てみよう今度。ぜひ見てください。はい、あの言っていただいたの。じゃあ、まあ、最後になりますけれども、はい、まあ、今後はどういった活動をしていきたいと思ってますか。はい、タレントランナーとして、うん、はいはいはい、やはりマラソンも極めていきたいんですけれども、うん、ドラマや映画などで役付きをいただけるような女優さんになれるように、うん、あの精一杯精進していきたいなと思っております。はい、ありがとうございます。はい、では、このあたりですね、今回のゲスト、うちの事務所の新人林若菜からですね、告知やメッセージなどございましたらぜひお願いいたします。はい、第39回の大阪国際女子マラソンがあさって1月26日に行われます。テレビ放送もありますので、あのぜひともあのご声援応援のほどいただければとても嬉しいです。よろしくお願いいたします。はいはい、ツイッターなどは大丈夫ですか？あ、ツイッターなども あのしておりますので、はい、あのぜひともチェックしていただければ、はい、フォローしていただければと思います。はい、それでは、今回のゲスト、うちの事務所の新人林若菜に来ていただきました。若菜ちゃんどうもありがとう。ありがとうございました。以上、今月の推しメンのコーナーでした。皆さん、なんともエンディングの時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。番組オープニングで申し上げました映画ドラマの出演情報などに関しましては、詳しくはウェブで事務所の公式ツイッター、もしくは私佐藤美久オフィシャルブログなどをチェックしてみてください。ちなみにですね、先ほど、ゲストに来てくれた、新人の林若菜がですね、あさってね、大阪、大阪国際女子マラソンに、出るということで、ゼッケンナンバーが、51番だそうなので、ぜひ皆さんテレビでね、あの51番探していただいてご覧いただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。